小畑さん、風祭りだけですか？天吹君はどこへ？待って、小畑ちゃんの様子がおかしい。マリマリ、小畑ちゃんがデジヘッドに？ひどい、なんで俺ばっか。どうしよう、小畑ちゃんモテなさすぎて変に。それはひどすぎるよ、ササラさん。ふざけんな。デートの邪魔すんじゃねえ。煩悩の塊だ。ほらよ、手加減はなしだ。どうだ、しばらく反省なさい。全力で行くぞ。この場合どうすれば。な、泣いてる。これは初めてのケースですね。イライラする。いい加減に目を覚ますのだ。当たった。いってなんだっつんだよ。わけわかんねえ。ただ青春したいだけなのに変なことばっか起きやがる。女子とデートしてただけでなんなんだっつーの。ふざけんな、クソが。お前もなのか。うぜえうぜえうぜえ。もういや、そのまま行くのだ。Are you ready? Go live! コバトちゃん、大丈夫？コバトちゃん。まずい、風祭りに気を取られている間に囲まれています。部長ちゃん、ここは一旦引いて。大体説明は以上っす。コバト先輩、まだ混乱していると思うけどさ、全部事実だよ。そうなんだろうよ、全部思い出してるよ。ならば話は早い。この世界で青春を味わっても何の意味もないのだ。さっさと協力して出ていくぞ。黙れ。何？お前は俺に話しかけるんじゃねえ。虫図が走る。はあ？なんだ貴様！どうしたんだよ先輩。珍しいじゃんそんなこと言うのは。はあ、最悪。全部嘘かよ。俺の人生何のためにあるんだよ。コバトちゃん。バーチャドールが作った世界ね。そうだったわけね。あれもこれもか。落ち込んでるところ悪いけどさ、マリエ先輩はどこ？一緒だったんじゃないの？ああ、そうだ、マリマリ。あれ、どうしたんだっけ。変な奴らが現れて、そっから先がよく思い出せねえ。天吹君だけ連れて行かれたということですか？マリエちゃんだけデジヘッドにならなかったから。どういう意味？なるほどな。現実に気づいているものはリドゥへの依存度が低い。そのため
洗脳用の音楽を聴いてもデジヘッドがすることはない。この場所に連れてきてデジヘッドにならなかった人間はバグ確定ってことか。はめられたなこりゃ。頭がいいのね、ムーくんちゃん。でもマリエちゃんを奪われているわけだし、引くわけにはいかないよね。ああ、先に進もう。おい、コバト、貴様もだ。ふざけんなクソバーチャドール、てめえが俺に指図すんじゃねえ。ああ、喧嘩しないで。けそう言われちゃ弱いよな。仕方ねえな、どうせ一人でここで待ってる方が危険だろうし、マリマリ助けるまでは協力してやるよ。よく見りゃ女子陣イケてるしな、お前らと行動すること自体は悪くねえな。よし、では行きましょう。なんなのだあいつは。なんでキーのことを嫌っているのだ。なんなのだ人間、モヤモヤする。教師抜けだね。怖いな。お、いいもの見っけ。風祭り、サクサク歩きなさい。どんどん離れていっている。歩くの疲れた。肩エフェ使うと疲れんだもん。帰宅部の一員となるならば足並みは揃えてもらわなくては困ります。入るって言ってねえだろゴンタ。協力すんのはマリマリ助けるまでだって。そんな呼び方をやめろと何度言えば。なんでゴンタなんすか。金、ゴング、ゴンタ。ああ、うまいこと言うっすね。ああ、まあな。何年も俺にやたらまとわりついてくるからよ。好きなんだろ、多分俺のこと。
お前が問題児だから手がかかっているだけです。しかし風祭りに宮迫君、俺の天敵が二人も帰宅部に、数奇な運命です。結局振り回してくれるタイプ好きなんだよお前は。自分で何もやりたいことがねえから、俺やキリちゃんみてえな子が羨ましいんだな。そんなことはない。どうだかね。こらだらだら歩くな男ども。はい、今行くねキリちゃん。マリエちゃん無事だといいけど、噂してたらマリエちゃんから、これどうやって出るの。はいはい、貸して。会えて嬉しいよバグさん。こんなキュートな子だったなんてね。バグ、何のことか分かりませんけど。マリエのやつ通話状態にしながら話してるのか。なんと賢いやつだ。知らないふりしても無駄だよ。今君がその姿のままなことが何よりの証拠なのさ。作戦はこうさ。僕のファンミーティングを開催して、ランダムで立て伏しの生徒に参加してもらう。そこで僕の音楽を聴かせてデジヘッドになれば白、ならなければ黒。シンプルだけどいい策だろう。まさか第一弾で成果が出るとは思わなかったけどね。何言ってるかわからないですけど、もしそのバグだとしたらどうするんですか。もちろん捕らえてブラフマンさんに献上するのさ。その後はどうなるか知らない。知る必要もないね。でも僕バグと話してみたかったんだ。だってすごいだろ。理想の世界だよ。無敵の歌姫がいるんだよ。それでなお世界に反逆しようってんだよ。それってすごいアートじゃない。こうすごいよ君。アートかどうかは分かりませんけど、嘘を嘘だと分かっていて騙され続けるなんておかしくないですか。嘘でもそれが死ぬまで続くならよくない。それに現実じゃどうにもならないことも簡単にひっくり返るんだよ。君も後悔があってここに来てんだろ。うだうだ悩む必要ないんだよ。ここでやり直せばさ。相入れないですね。私は自分の現実がどんなものか思い出せないですけど、
たとえ現実が地獄でも自分の足で立ち向かうべきだと思います。真面目すぎて逆に宇宙感じちゃう。いいねいいね。それはさ、さっきから通話を聞いてるお友達も一緒の考えかな。急ぎましょう部長。どうしたの銀ちゃん、怖い顔して。あれ怖い顔してたっすか。いや、なんか珍しくちょっと一言文句言ってやりたくなったね。その部屋のテーマは茨城。僕の唯一の憧れのクリエイターとの出会いによって感性が変化していった時期の作品さ。天才同士は惹かれ合い影響を受け合うもの。頂点へと至る道はとても険しいけどね。その苦悩と高揚が作品に込められているんだ。芸術を介する僕のファンならもちろんわかるよね。お、いいもの見っけ。これはいじめになるのではないでしょうか。楽勝だな。おお、こんなに大きくなって。半分助かって半分邪魔だったかな。もらえるもんはもらっとけ。お、いいもの見っけ。もらえるもんはもらっとけ。はぁ、ザコだザコ。大したことねえじゃん。みっけ。空気の乱れ、許すわけにはいけ。もらえるもんはもらっとけ。
もの見っけ。何なのでしょう、これは。俺は芸術に縁遠い人間なのでよくわかりませんが、きっと大した意味なんてないから気にしなくていいっすよ。適当に作ってたら信者が持ち上げるんでしょう。くだらないっす。金先輩、ここに来てから結構毒吐くよね。それが本性？何が言いたいの？いや、いつもののらりくらりよりもそっちの方が好みってだけ。そりゃ光栄だ。キイちゃん、ノトギンが好きなの？いやいや、見る目ない見る目ないない。俺の方がめっちゃイケてない？男前じゃね？そういう意味じゃないし、そういう意味で言うと小鳩先輩が一番ない。はぁ、ムカつく。絶対ムー君ぶっ殺すわ。四つ当たりじゃないですか。小鳩ちゃんが入ると急に賑やかになるね。マリエちゃん、バグのみんな、僕のファンミーティングへようこそ。フッフッフ、作戦通りすぎて思わず笑っちゃうよね。バグがこんな数いるなんて意外だったけど、安心して、この子はただ眠ってもらってるだけさ。むやみに傷つけたりなんてしないよ。おい、下っ端、ごたくはいい。さっさとマリエを解放してまがいものの居場所を吐け。ああ、君が噂のバーチャドール、会ってみたかったんだ。でも残念だ。ミューはアーティスティックだったけど君はイマイチだ。リグレットの方がコスモ感じるね。ああ、何言ってるかわからんが侮辱してるな。おお、怖い怖い。そうそう、ここの前の廊下にあった僕の傑作見てくれた？君、あれの作品タイトル当ててみて。わお、センスあんじゃん。君、芸術の素養があるんじゃない？いいねいいね。というわけで正解は反逆でした。君たちバグの存在を知ってから宇宙からのインスピレーションが降ってきてさ、一気に出来上がっちゃったよ。お気に入り。君たちを処分し終えることで真の意味で完成するわけ。リドゥにあだなすバグを倒した僕の新作さ。いやー、また人気出ちゃうな。いやいや、無理でしょ。あんな子供騙しで騙される客ばっかじゃないって。なめんなよ。誰？君、ただの凡人から何言われたって刺さんないんだけど。まあ仕方ないね。僕のアートを楽しめるレベルにいないだけだよ。あー、かわいそうかわいそう。人生9割損してるね。返答が予想通りすぎるぜ。適当やってアートって言葉を盾に理解できない方が悪いってか。奇人変人ぶってりゃ評価から逃れられんだから楽なもんだよな。うわ、きつー。のとぎんいつもあんなの？ううん、いつも本当に優しい子だよ。何か許せないものがあるんだろうね。口喧嘩上手だね、お兄さん。ちょっとムカッときた。君がなんて言おうと僕は奇才で天才だと世間に認められてる。君みたいなアンチがなんて言おうと
はるかに多くの人間が僕を支持している。女の子にもモテモテ、何不自由ない。その点君は何、現実でも後悔まみれ、夢の世界のはずのリドゥでも不満たらたら、それ以上何か語る必要ある？最高の気分なんだけど。ま、最高だわな、ソラ。現実じゃいっぱい理不尽なことがあってさ、やってられないことばっかりあんだけどさ、それでも生きるしかないからさ、みんな必死に抗ってんだわ。うん、安全で無条件に自分を肯定してくれる人間周りに集めて、無様でも必死に生きている人間にマウント取って見下してやがる。それでも他人に否定されるのが怖くて、アートだの宇宙人だので散々予防線張ってんだろ。とんだ裸の王様だ。黙れよ。こんなとこに来てるんだ、お前らだって変わらねえだろ。自分のこと棚にあげて偉そうな口聞くんじゃねえ。お前らがリルー使ってうまいこと甘い汁吸えなかったからうだうだ文句言ってるだけだろうが。バカども、本物も偽物もわからねえんだよ。俺が偽物だろうと成功してる方が勝ちだ。お前の言ってることなんて全部負け犬の遠吠えなんだよ。そうかもしれないね。光栄に思いだよ、僕の拠点をこんなにも近くで見られるんだからさ。笑わせんな、ただでも見たくねえ。反省なさい。うわ、手加減はなしだ。どうだ、コスモの力が僕に力を。芸術を変え、全力で行くぞ。オーケー、チェッケラー。負ける気がしないな。負ける気がしないな。どうだ、マリエちゃん、しっかり、大丈夫？あ、皆さん、はい、なんとか大丈夫です。ちょっと頭がぼーっとしてるだけで。どうだよ、見下してた一般人にやられる気分は。そう、何が悪いってんだよ、やり直してるんだぞ、好き放題やるだろ。お前だって小さい時宇宙飛行士になりたかったろ、天才芸術家になりたかったろ。でもそんな叶うか分かんないもんに人生かけられないだろ。そうよね、妥協しまくって生きてく中で、もしあん時本気で目指してたらって思うだろうよ。それが叶うっつうんだからやるだろ。宇宙飛行士も芸術家もさ、努力して叶う時点で僕からすりゃ現実的だよ。はあ、悪かったね、半分八つ当たりだったよ。くそ、僕はリドゥでは勝たなきゃいけないんだ。現実でもここでも負け犬なんてありえない、認めない、認められない。お前まだ。せめてお前らの正体をブラフマンさんに報告してやる。これでお前らもおしまい。記憶消去パンチ。必殺記憶消去パンチ。リドゥ住人のデータに直接介入し、衝撃でここ数日の記憶を曖昧にする秘技である。なんだか白目向いてるけど大丈夫なの？ちなみに
この新機能はパンドラを倒したことで解放されたものだ。こんなに早く使う機会が訪れるとはな。便利だけど超怖い。けっ、人の記憶とか大事なもんを勝手に触りやがって物扱いじゃねえか。だからムカつくんだよお前らは。何があった？どちら様？シー、きっとこいつがブラフマンだ。黙ってろ、キーが代わりに話す。どうした？返事をしろ、イエナガ。貴様が学士の親玉ブラフマンだな。キーはバーチャドールのキーである。こっちの映像は見えてないみたいね。キー、そうか、ミューの君がバグか。こうして話せて嬉しいよ。なるほど、つまりイエナガはバグに返り討ちにあったか。彼のことは煮るなり焼くなり拷問するなり好きにするといい。それが勝者の権利というものだ。もっとも彼はどうせ大したことは知らんがね。お前らは何が目的なんだ？メビウスの悲劇を繰り返す気なのか？というか一体リグレットは何だ？どこから出てきた？メビウスの悲劇ねえ、よく知っているよ。僕に言わせればあれは女神が不完全だっただけだ。メビウス、リグレット様こそ新時代の女神。今度こそ完璧に理想郷を作ってみせるよ。お前たちバグがどれだけあがこうが無駄なこと。リグレット様はミュウのように不完全な存在ではないのだ。母を愚弄するな、まがい者が。母とアリアちゃんと我こそが真のバーチャドールだ。ならば問おう。今貴様はどこにいる？このリドゥの存在こそが人々がリグレット様を肯定し求めた証拠。そして真のバーチャドールなどという貴様らのおごりの証拠だ。誰もが望んでこのリドゥへ足を踏み入れたのだ。そこにいる他のバグの連中もそうであろう。違うか？誰もが消し去りたい、捨て去りたい過去を持ち、やり直したいと願っているのだ。リグレット様の力は人々の祈りによって生まれし力だが、今のお前はどうだ？矮小な力しか扱えず、ミュウやアリアも干渉などできぬ。誰からも求められぬバーチャドールなど存在意義が皆無と言えよう。うるさい！それでもこんな世界を作るのは間違ってる！キーたちはもうそれを知ってるんだ！一ついいことを教えてやろう。ミュウもお前も不完全な存在。それは本当の人の心を理解せぬからだ。自覚はあるようだな。だがリグレット様は違う。誰よりも人の弱さに寄り添うことができる。そしてリグレット様はくだらぬ世界を礎に新世界を、後悔のない世界を作るのだ。僕はその世界の中心で笑顔で歌うリグレット様を見たい。邪魔になるなら貴様らを全力で潰す。キーたち帰宅部はお前らなんかには屈しない。帰宅部ね。さて、メビウスのようにうまくいくかな。妄想の世界に君臨し新世界を名乗るとは滑稽な話ですね。ば、やり直しの効く人生などどこにもありません。やり直しの効く人生に価値などありません。どんなに美しく精巧な世界であってもそれは作り物。
目覚めたら終わる儚い夢に過ぎない。キーさんの言うことは正しいです。仮に現実にどんな地獄が待っていようと、作り物の世界にいる時間よりもずっと健全です。その声まさか得意点、なんと厄介な。得意点なんだそれ。何のことか分かりません。私のことを知ってるんですか。天吹マリエ、君は自分の現実がどんなものか思い出せないのだろう。なぜそれを。君は自分の言葉を後悔することになる。マリエ、ごめんなさい、我慢できなくてつい。いや、いい、嬉しかった。さすが敵の親玉、なかなかの威圧感でしたね。ブラフマンちゃん、マリエちゃんのこと知ってたみたい。何のことなのか私にも。彼はどうします。ほっといていいんじゃない。記憶が飛んでるんなら情報が漏れるリスクもないし、あいつが言ってた通りなら特に情報も引き出せなさそう。あんまり成果なかったな。そんなことないよ。ブラフマンちゃんがどんな人か分かったし、コバトちゃんっていう部員も増えたし。いやいや、部員になってねえって。マリマリ無事だったわけだし、これっきり。だいたいあんなヤバそうなやつ相手にするの絶対ごめんだね。あの助けてくれてありがとうございました。まあたまに手伝ってあげてもいいけど。あれ、俺ここで何してたんだっけ。ムー君のイベ見に来て。あれ、やば、もうこんな時間かよ、早く帰らねえと。私寝ちゃってた。あ、めっちゃワイヤー来てるし。あ、たたたたた、なんか頭痛いんだけど、なんだろうこれ。どうしてこんなところに。あれ、マナミたちどこ。おっと、ごめんなさい。あれ、この前の。大丈夫です、すみません、ごめんなさい。部長、今日ゲーセン寄ってかね。相当自主練したからな、今の僕はだいぶ極まってるぞ、ほぼプロゲーマー。毎回言ってるぞそれ。分かってないな、男子3日合わざればってやつだよ。今日負けた方が牛丼おごりな。銀は牛丼おごるのが好きだな。だいたいなんで牛丼なのだ。こういうのは牛丼って相場が決まってんだよ。
張り込みには牛乳とアンパン、取り調べにはカツ丼だろ。しかし銀、威勢の割にそんなにうまくないよな。現実でやったことないのか。うるさいな。まあそうだな、現実じゃやる機会なかった。やってみたいなとは思ってたんだけどな。銀ちゃん、部長ちゃん。お、ササラさんにマリエちゃん、地味に珍しい組み合わせだ。ええ、拷問でばったり会ったんです。二人はこれからまっすぐ帰るの？それともどこかへ行くの？ちょっとゲーセンにね。ゲームセンターね、私行ったことない。そうなんですか。私はたまに友達と行きますよ。プリ取ったり、ぬいぐるみ取りに行ったり、ボーリングとかカラオケは行くんだけど、ゲームセンターって危なくないの？危ないことは特にないぞ。音がうるさくて目がチカチカするがな。キイちゃん何でも知ってるのね、偉いね。まあな、キイは人間のことを急速に学んでいっているからな。将来性抜群で伸びしろいっぱいだ。調子いいね。さっきは理解できないとか言ってたくせに。二人もゲーセンが気になるなら銀と部長にくっついていくといいぞ。あ、いや、そのササラさんとマリエちゃんもよかったら一緒に行く。そうね、行くならみんな一緒がいいわ。今日は二人で行ってきて。なるほど、そういうものなのか。先の楽しみが一つ増えて嬉しい。お、電車が来たので私たちはここで。また明日ね、銀ちゃん、部長ちゃん。また。よかったのか、二人とも興味ありそうだったのに。ギリがたいやつだな。そっか、まあなんというか助かったし、ちょっと嬉しかった。ありがとな。よくわからんな。先にした約束を守るというのはそれなりに妥当じゃないのか。でも二人でゲーセンは今までに何度も行ってるし、これからだって機会があるだろ。まあちょっとした僕のこだわり的なことだし、なんか小さいこと言うの男らしくないかなとか、そういうの思わない？何を言ってるんだ、約束に男も女もないだろう。は？どうした銀？ああ、いや、まあそっか、僕の悪い癖だなこれ。よし、今日は僕が牛丼おごる。なんだ、銀はゲームで負ける予定なのか。負けねえよ。でもおごりたい気分だからおごる。あの、部長君に。キイ君、この間はすみませんでした。この間？その、町をパトロールした帰り道、一人で勝手に帰宅してしまって。謝罪よりも理由が気になるぞ。青信号の点滅は、歩行者は道路の横断を始めてはならないと。
というのが交通ルールです。お前ルールと規則大好きだな。当然です、守っていれば間違いない安心ですから。だがあの時信号は点滅してなかったぞ。横断途中に点滅したら急いで渡ればいいだけだろう。しかしあのタイミングで渡れば横断途中で点滅し選択を迫られます。渡るべきか引き返すべきか、だったら最初から渡らない方がいい。決断する回数が減ります。ずっとそんなことを考えてるのかお前。あ、調子によりますね。信号が気になるときはあまり良くないときです。わからんな。お前なんでそんなに何でもかんでも決められないんだ。その瞬間どっちが正しいかなんてわからないからです。恣意的な選択で失敗をするくらいなら選ぶような状況に身を置かなければいいんです。君は絶望的な失敗をしたことがない人なんでしょうね。もしくはよっぽど自分に自信があるのか。羨ましいです、とても。キーにはよくわからんな。君は人間と違う、迷うことなんて。ああ違う違う。いやキーは確かにメタなことで迷わないが、そうじゃない。キーからすれば翔太は選んでる。こないだもお前は選ばないっていう選択をしたんだ。ああ言われてみればキーの意思決定がある程度プログラムの発想に基づいているからそう思うのかもしれないが、これも恣意的な選択ってやつだ。人間にとっては違うか。確かに君の言う通りです。そうだろ。だから翔太も自分を信じてやりたいように。自分を信じる。あ、翔太。君は部長として意思決定をすることが多い。とてもとても尊敬します。でも例えば君は自分の判断の末に人を殺してしまったとしたら、それでも自分を信じ続けられますか。翔太、それは悪い癖だ。回りくどかったですかね。俺は過去に人を殺しています、自分の判断でね。そんな俺が自分の選択を信じられるわけないじゃないですか。部長ちゃん、どうしたの？呼び出して何か用事？部長ちゃん、ちょっといつもと雰囲気が違わない？この前のことの話だ。ササラは自分の身をあえて危険にさらす節があるぞ。キーちゃん、怒ってる？お前が死のうとするからだ。怖くて見てられん。でもだってあれは、あの時だけじゃないぞ。
いつもいつもだ。でもね、ああするのが一番だと思うの。あのな、ササラが部長を心配したように、部長だってササラを心配してんだぞ。もちろんキーもだ。理由を言ったら納得してくれる？誤解しないでほしいんだけど、私だって生きて現実に帰りたいと思ってるよ。でも危険な戦いになることもわかってる。もしかしたら誰かが命を落とすかもしれない。だとしたら私が一番に死ぬのが自然なの。ただそれだけのこと。順番の話よ。順番？そう、順番。私、部長ちゃんよりも年上だから。ん？そんなのわからんだろ。部長の年だってわからんのに。86。は？私、86歳。部長ちゃん、私より年上？私はもう現実に戻っても大して先がないの。せいぜいあと何年かじゃないかな。待て待て。孫ももう成人したし、主人はつい最近他界してね。もう余生をぼんやり生きてるだけ。順番というのはそういう意味だったのか。人生ってね、本当にいろいろあるわ。絶望も後悔もたくさんする。あなたも帰宅部のみんなもいっぱい悩んでるよね。でも10年、ううん、20年、30年経ってあれは必要なことだったんだって気づくことがたくさんあるよ。それを知るためにもみんなは絶対現実に帰らなきゃダメ。じゃあササラはなんでリドゥに？後悔していることはないから、多分日記のせいじゃないかな。ここへ来る前、古い日記を見つけたの。読んでいると、まるで過去に戻ったようで、いろんなことがあったわ。辛いことも悲しいこともあったけれど、素晴らしい人生だったの。もう一度やり直せたらな、なんて思っちゃったのね、きっと。後悔だって、勘違いされちゃったのかな。そんな。私、思い残すこともやり残したこともないの。だからこそ最後は家族に看取られて死にたいわ。素晴らしい人生を嘘の世界で終えたくない。だから私は現実に帰りたい。そうね、私だって死にたくてやってるわけじゃないの。でもあなたたちは若い。私より先にあなたたちが死ぬのは何よりも嫌。残りの人生の年数を考えたら当然でしょ？分かってくれた？私の気持ち。ありがとう。本当にあなたはいい子だわ。みんなが無事に帰れるようにこれからも精一杯頑張るわね。誤解しないでほしいんだけど、
さん。分かって、部長ちゃん。そろそろ。